はい、こんにちは。今日は狩りをしています。で、前回ね、オドガノンさん捕獲したっていうことでね、闘技場クエストにオドガノンが出てきたんで、そいつをやっていきます。で、まあ、せっかく闘技場なんでね、1対1の戦いをしたいということでね、カイヒランサー猫なしで、オトムアイルなしでプレイしていきます。まあ誰にもね、邪魔されないで怠慢できるんでね、いかにどうやってね、敵の攻撃をステップで回避して倒すかっていうのをね、お見せできたらなって思うんで、早速やっていきましょう。さあ、どこにいる？お、意外と近い。これはランスのジャンプ突きを入れて背中に乗っていきたいが、あれ？乗れない。もう一回、はい、乗っていく。で、次に中からチョキチョキチョキね、ナイフを入れてフィニッシュ好きに持っていきたい。だいたいなんか1回戦ってると多くて3回かな、2、3回乗れるのかな、まあ、ソロでランス使ってる時なんで。さあ、フィニッシュ好き、あー、この位置か。ちょっとフィニッシュ好きした後って顔の目の前に降りるかな。あー、なんか掴んでるし、そして飛んでしまう。まあ、尻尾でいいかな。尻尾をこう行ってみて、ランスの突き動きを当てていく。で、起きた。さあ、相手の方向に合わせてカウンターを入れたいが、方向ではない。さあ、行きましょう。貴様の攻撃は食らわんぞ。はい、返していく。この内側にね、ステップすればね、別に回避性能つけてなくても変わってるんですけど、こういうのはね、回避性能使って。さあ、顔にランスを入れて、おっと、さあ、こうやって回避していく。ね、スルリと避けるのがめっちゃ楽しいんですよ。はい。さあ、かかってる。こっちは全然当たらないぞ。さあ、飛び込み突き当てて。おっと、危ない危ない危ない。ステップ。さらにステップ。おっと、間に合わないか。たまにタイミングが狂っちゃうんだよ。はい、と。はい、と。さあ、タイミングよく回復入れて。そろそろいいかな。さあ、尻尾を切っていくぞ。おっと、危ない危ない危ない。お、結構切れるの早いな、尻尾。尻尾もこんなに来たから。危ね。おっと、カウンター突き入れるが、そもそも当たんなかった。また受けた。太陽ポッパーだからランスを入れていく。おっと、はい、ステップ。これだよね、無敵、無敵のいいところ。よし、やばい、後ろ。なんとかカウンター当たり、53点。危ね。おっと、ちょっとずれてしまう。ステップの終わった後に、ね、あはははタイミングが悪いな。危ね。ちょっと食らってるし。さあ、ステラジャークを飲もうとするが、厳しい。これはもう、一回先行打つしかないかな。はい、一発打って、ちょっとゆっくりとね、回復していきましょう。まあ、ご飯とか食べてないんでね、ちょっとライフがキツキツなんですけど、なんとか倒していきたい。さあ、石でランスを磨いて切れ味をマックスにしていく。うわ、来た来た来た、危ね。さあ、ビンタス攻撃入れて、上段突きを尻尾に入れていく。さあ、カウンター、危ね。はい、カウンター、やばい、パワーガード。こうね、カウンターしてて向きがずれちゃったときはもうすぐパワーガードに移行した方が安全ですね。おっと、ガードしていく。お、なんかスタミナが切れてるのかな。飛び込み好き、手の方がダメージ入るな。あ、これはまずいな。この後ね、こいつ怒るんですよね。で、念のため、しびれ罠を仕掛けておいて。あー、乗ったか。
あの背中光ってるときやばいんだよね。行動回数が多くて、3、4回連続で攻撃してくるんですよね。まあ、念のため、研いどくか。で、尻尾剥ぎ取っていく。あ、見た見た見た。気づかれた。さっきより早いな。早い早い早い。めっちゃ早い。まあ、いくら早かろうが当たらなければね。さあ、頭にダンスぶち込んで。おっと、やばいか。方向から方向して、さあ回避して、2発目、もう一発来る。さらにもう一回来ないか。3、4回なんだよね、こいつの攻撃。尻尾。まだ来る。もう一回。あー、そうそう、これ。これこれこれ。一回かわしてね、判定がもう一個来るんだ。それがきついんだよね。2回。もう一回。ここだね。ここ、ここ。もっと危ない。回避してく。もう一回。で、この後は何にもしてこないんで、落ち着いてダンスを入れていきましょう。はい、尻尾ガード突き。で、もう一回来る。さらにもう一回。わーっと、これだよ。回転来た時ちょっと考えなきゃダメだ。いて。めっちゃ食らっとるかな。さあ、落ち着け。ここかな。さあ、今のうちに回復して。さあ、飛び込み攻撃が当たるけど、乗れはしないか。危ね。さあ、当たってるし。あー、やばいやばい。ちょっと待って、ひよってた。ひよってたとか。あー、まあ、ダウン取られてるよ。これちょっとやばいな。あれかな。ここだね。さあ、来る。おっと、さあ、ガード突き。さらに、ガード突き。さらにガード。よーし、なんとかしないよ。もうガード突きじゃなくてカウンターだね。まあ、よく動くな。なんか面白いね、こいつと戦うのも。こういうなんか、めっちゃ動くやつ好きなんだよ。さあ、来い、どんどん来い。効かぬわ。貴様の動きだけ、握っているわ。はい。そろそろ罠使った方がいいのかな。さあ、疲れてる時に頭に突きを入れていく。お、倒れた。倒れたけど、これすぐ起きるんだよね。そう、危ないんだよ。倒れたと思ったら、速攻で起き上がってカウンターしてくるから。あ、いいね。ちょっと、顔の方、狙いたい。手を起こしてって。面白いか。来る。危ね。尻尾ね。一回ね。おっと、待ってよ、マジか。今の当たっちゃう。はい、尻尾ステップ。乗れるか。乗れない。尻尾分かりやすいね。一回ね、相当疲れてるね。これはもういけるかな。一回目。尻尾。つうかあれだな、連続攻撃してこなかったから、もう、まあ、倒せるという。ボッコボコだ。ちょっと。あ、マジか。危ね、そういう感じか。ちょっとこいつ復帰しやがって。ちょっとここでね、念のため武器を磨いておきたい。おお、結構近づいてきてるし。
倒れた。さあ、顔に、引き当てて。いや、意外と体力が多いんだ。はい、カウンター。よし、来た。あー、当たっちゃった。どうすかな。一回。二回。二回か。よし、ここ。よし。さあ、裏回って、尻尾入れるけど、ステップ。あー、二発目だ、二発目が。ちょっとこの二発目、マジできつい。3回目回復。ちょっと待てよ。あー、今使い切ってよかったな。何かつくか。あぶね。おお。はい、1回飛び込み、もう1回で、相手の真後ろで。結構ね、モンスターの真下で回復するのがいいんだよね、こいつの場合は。めっちゃ食らったし。いや、またアステラジャーキー食べないと。はい、相手の足元でジャーキー食べようと思ったけど、あぶね。尻尾、タイミングが悪い。こいつ硬いな。なかなかしぶといぞ。さあ、回避して。あった、危ない危ない危ない。しゃばれとるやん、こいつ。討伐となると結構きついっすね。さあ、フィニッシュ付け当てる。尻尾返して、さあ飛び込み、パーを狙う。いやな、もう虫の息だと思うんだよな。なかなか回避、回避じゃない、めっちゃガードし、もう全然ダメージ食わないな。うん、ちょっとね、だれてきました。長いんだよ、やべ、ちょっと雑になってきた。ちゃんとやろう。回避して、しっかり回避して、横っ腹をついていく。さあ、乗れるか。お、乗った、いいね。もうそろそろとどめかな。さあ、動きがとろくなったオドガランの頭に乗って、ちょき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 していくよ。さあ、ぶつけられた。ロープ使って戻って、あ、フィニッシュ早いね、フィニッシュ好き。さあ、これで終わりかな。あー、まだ生きてるし。はいはい、おっと、倒した。なんだか、いやー、討伐きついっすね。まあ、途中なんかちょっとだれちゃったけど、なんとかね、回避性能を生かした戦い方がまあまあできたかな。ちょっとね、まだまだ下手なところが目立ったんだけど、なんとかね、倒したんでよかったです。ってことで、オドガロン回避ランスで倒してみました。以上です。